アタック開始だ。なんとかなったね。油断するな。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。いっけー。はあ、さあ、行こう。いっけー。はあ、油断するなよ。はあ、
パック開始だ。ダメだ、一旦引こう。よし、セキュリティは解除した、うん、メフィストさんから買ったアカウントは全てあるようだな。千歳、聞こえるか？おう、バッチシ、あとはこっちでやるぜ。お疲れさん。千歳がサーバー内にあるアカウントデータを吸い出す。俺たちの役割はここまでだ。おやおや、どこの誰ですかね。僕の大事なマネーサーバーで勝手なことをしているのは。かやばか。サーバー主がハッカーを雇わず自分で見回りか。ずいぶん仕事熱心なんだな。雇ったハッカーなんて僕は信用できないんですよ。おかげでこうしてマネーを狙うネズミも釣れたことですし、用心しすぎて困ることはないということですかね。そりゃご立派なことだな。ところでそこにあったのは僕がメフィストさんから買った、あれは某企業の重役たちのアカウント。ビッグマネーに代わる大事なマネーの種を盗むなんて、ちょっと許すわけには。どうせ汚い金で買ったんだろう。文句を言われる筋合いはねえな。これだから子供は、これだから最近のクソ生意気なハッカーは、マネーに綺麗も汚いもないのです。マネー、それすなわち可能性。マネ、貧乏人が世界旅行に行くことも、病人が病気を治すことも、憎い相手を屈辱の中にひざまずかせることだって思いのままです。その可能性を得るために努力して、何が悪いんですかね。アカウントを買って何が悪いんですかね。お前が言いたいことはわかるぜ。アカウントは手に入れた、あとはとんずらこいちまえばいいだけの話だ。俺もこいつには一発くれてやりたい気分だ。このままおとなしく返すと、盗んだ僕の愛しいマネー、ついでにアカウントも買ってしまいましょうかね。力を貸してくれ。はい。
このまま押し切れ。